ご本人で撮影していいか交渉してきてください。いってらっしゃい。カレー食べてゲロ。もらえました。もらえました。カレー食べてゲロ。オッケーもらえたということで。オッケーもらえました。じゃあネットカレーラッキーさんにお邪魔したいと思います。めっちゃ美味しそうなの。もうめっちゃ美味しそう。赤とさ、普通のがあるんだって。そう。しかもね、お店入っただけでいい匂いするの。そう、ね、揚げ物もいい匂い。そう、いい匂いがする。いや早くいただきたいと思います。じゃあ、行きましょうか。カレー食べてゲロ。でも辛い方がいいじゃん。赤カレーというのが辛い口の方なんですけど、激辛ではなくて担々麺とかお好きであれば美味しく召し上がっていただけるぐらいの辛さですね。辛いのが苦手な方はこのラッキーカレー。うん、それでお肉がチキンかポークを選びいただいてますので。はい、ありがとうございます。え、どうしよう。私はポークがいい。あ、ポークがいい。気持ちいい。ポークって何？豚。あ、豚か。じゃあポークにしよう。ポークにしましょう。カノがポークって言うんで、あ、しょう、ポークになろう。どっちにするんですか？赤か。赤、どうしよう。でもサラ辛いのダメなので。え、でもサラ、いけると思う。え、やめときなよ。やばいかな。あ、じゃあ私赤にするか。そうだね。赤と両方ポーク。両方ポーク。はい。カレー食べてゲロ。やばい、美味しそう。辛そう。すごい。え、ありがとうございます。届きました。カレーがいただいちゃいました。いただきました。いただきます。カレー食べてゲロ。赤カレーすごい美味しい。美味しい。結構スパイスが効いてる系のカレーですね。お、いいですね。リーダー練習してきました。カレーが好きだね。家で練習してきました。あ、でもなんかめちゃくちゃ辛いわけじゃないから食べやすい。へえ、美味しそう。お家で作るカレーのもっと美味しい版みたいな感じ。美味しそう。え、めっちゃ美味しそう。え、だっていい匂いがするの。めちゃくちゃ。いただきます。うん、美味しい、美味しい、美味しい。カレー食べてゲロ。なんかまず匂いがカレーで味もめっちゃ美味しい。味もめっちゃカレーって言い出したの。なんだろう、結構ね、後から辛さが来る。そう、後から来る辛さ。そうそう、カレーが来る、後から。美味しくてカレーが来る。え、美味しい。カレー食べてゲロ。しかもね、これも美味しいの。ちなみに、このそう、カツオ。え、カツオ辛い、待って。辛い。じゃあ今ね、この赤だけで。これも美味しい。これも美味しいんです。温かい、優しい。優しい。辛い、辛かった。辛い。赤だけで言ったら辛かった今。すごいびっくりした。美味しい。美味しい。めっちゃ美味しい。辛いね。うまいね。うん、美味しい。今絶対すごい辛いの食べた私。元食べた。辛いの元食べた気がする。美味しい。でもす
とても優しいです。本当にお野菜が美味しくて、あのね、お野菜とカレーが合うんですよ。辛いよ。ごちそうさまでした。カレー食べてゲロ。めっちゃ美味しかった。うん、水に来ることがあればぜひ、ね、だって多分ここ水カレーっていうぐらいだから、やっぱり、うん、近いし駅から。そう、めっちゃ近い。一番出口出てすぐなんで、そう、一番出口出てすぐ、同じことばっかり返した。カレー食べてゲロ。いや、美味しかった。一軒目からこんな、もうね、温かいお店で、そう、お店をお迎えしてもらって、でも本当に嬉しかったね。マスターが、そう、熊本の方で、熊本のマーユ、マーユか、すごい辛いソースを入れてるらしくて、あと野菜が甘くて美味しいんですよ。トッピング焼きチーズとかあったからね、気になるなと思って、うん、ぜひ皆さんはそちらの方もやってみて。マスター調べてくれて、ロケッターになってくれて。そうなんですよね。そう、マスターがじゃあ今日から俺もロケッターになる。そう、と思って。優しいと思って。色紙にサインも。ちょっと初めてじゃない？初めて、なんか色紙に書いてサイン書いた。サイン書いて、本当に嬉しかった。ぜひね、私たちのサインも。また来たい。また来